PT。引っ越しを手伝ってくれるって言ってくれたのはすごい嬉しかったんですけど、その後ミメが割れ物とか入ってるから箱は投げないでって言ったんですけど、時はもうすでに遅し、オーブントースターと他に何か忘れちゃったんですけど壊れてました。引っ越しは PDR さん、ミメと引っ越しのおじさんとその彼だったんですけど、彼が一番若いはずなのに作業開始から15分か20分ぐらいで引っ越しのおじちゃんに「彼ダメだね」と言われました。引っ越しが終わってすぐに彼は未明のアコギを弾き始めました。まず近所迷惑、そしてラテはギターの音がすごい嫌いなんですよ。ギターを弾くとラテは隅っこで怯えながら泣きます。なので注意しに行ったんですけど、あ、ごめん、ラテがちょっと怖がってるからギター弾くのやめてくんない？ラテ向こうの部屋に持ってけばいいじゃん。いや、もう向こうの部屋にいる。ドア閉めればいいじゃん。ドアも閉まってる。いや、だからもうやめて。なんだ、なんで PDR さんが悪者扱いされんだよ。渋谷の家はオフィスを家に改造した感じだったので、一つの大きな部屋でした。だから彼は気を使ってイヤホンなしで音楽は聴いたりしなかったんですが、こっちの家には部屋があるので、今ここにいるここが彼の部屋になりました。それをいいことに彼は爆音で音楽を聴いてましたね。しかも同じ5曲を繰り返し繰り返し繰り返し聴くんですよ。頭がおかしくなりそうになった。ビリータレント様、あなたたちはきっと素晴らしいバンドなんだと思います。でも彼のせいであなたたちの音楽は一生聴けません。わざとかわからないんですけど、外出するときにいつもあまりお金を持ち出してませんでしたね。だから常に、ごめん、ちょっとお金足りないから貸して。当時の PDR さんはお金が全くなかったので、ミメからお金を借りてましたね。もちろん1円も返してくれませんでした。彼はある朝コンビニに行くと言ってました。彼が一人で唯一行ける場所で、バーンってなんかものすごい音がしたんですよ。何なのかなと思って玄関の方に行ったんですよ。はい、彼はドアのチェーンがついてる状態で無理やり開けようとしてチェーンを破壊しました。引っ越したばかりの家のチェーンを破壊しました。しかもそのまんま何も言わずにコンビニに行きました。Fuck you! 彼はやたらと Oh my god, that's so gay! ゲイの友達がいて同性愛を応援してる PDR さんとミメにとってこれはかなり失礼なことだったんで、そういうこと言わないでねって言ったんですけど、それでも確か言い続けたと思います。彼は文句ばかりでしたね。秋葉のメイド喫茶に連れてった時に、どうだった？全然楽しくなかった。インドカレー屋に連れてったら、何このカレー、量少ないし肉全然入ってねえじゃん。しかもそのカレーはミメのおごりだったんですよね。クソゴミが。やっと彼は帰りました。この時点の PDR さんたちはもう精神も体力も全部ボロボロでお金もないし、気分最悪でしたね。でも、彼はもう帰ったので、もう大丈夫。もう大丈夫。で、彼を駅に送った後に PDR さんはこの部屋に入って彼の布団を片付けに入ったんですよ。前の動画で皮膚の結構ひどいアトピー的なものがありましたって言ったんですけど、彼は書きすぎて血がちょっと出るぐらいまでなんか書き続けてたんですけど、はい、そうです。血まみれの布団を見せようと思ってたんですけど、どれなのかわからなくなってしまいました。てかまだあるのかもちょっとわかんないです。でも、とにかく、布団に血がいっぱいついてました。本当に素晴らしいお土産、ありがとう。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。皆さんの地獄の同居人の話とかありましたらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。